はい、おはようございます。この通りですね。聞こえますでしょうか。雨がめちゃくちゃ降ってます。夜中中ずっと降ってました。バカなんかな、こんな感じ。はい、この通りびしょびしょですね。やばいな。で、愛ちゃんまだ寝てるんで、僕とりあえず薪割ってきます。バカでかい。いける？意外と。いけた。ウェイ。なんでやねん。硬い。つ、ちょつ。いきまーす。余裕や。コツつかんだ。ほら。勢いや。すべては勢いですね。手叩いた。むっず。あ、こいよいよ。はい、火つけんでー。イエイエイ。雨だけは止んでくれ。火を送る。エアブロハウス。火ついた。よう寝れたけど、やっぱり夢は5本ぐらい見ましたね。なんなんあれ、寒さに負けてんのか。では、愛ちゃん起こしましょう。火いけってー。火いけってー。火いけってー。雨は晴れてはない。今さっきまで降ってたけど。カイロ新調してます。え、カイロ貼って寝てた。うん、もうほぼほぼ冷たい状態。何個夢見た？俺5、6個見てんけど。結構危ない人がいてさ、うん、妻を殺しますみたいな。何やねん。今日は妻を刺しますみたいな言ってた。鬼やんそいつ。雨は止んだんですけど、テントが乾きそうにないんで考えましょう。とりあえず朝ごはんやら食べていきましょう。けど薪割ってたらさ、バリ暑いしダウン脱いだやん。めっちゃ太いやつあったやん。あれ1本で10分ぐらいかかる。硬い硬い。途中で寒かったわ。足冷たい。ほんまに何回も起きるわ。家やったら起きひんのに。これ何なんやろな。全く分からん。正面5、6回起きたで俺。覚えてんの全部。あ、なんか小学校行ってて、てか同級生にそんなやついいひん買ったやつやねんけど、となぜかゲンチャリ後ろ乗ってて俺。で、俺ゲンチャリじゃないと思ってるか。読みたらゲンチャリやん思って。飛び降りてん。飛び降りてちょっとパーって行ったら、そいつ軽トラの後輪にパーンってタイヤ入って後ろ。そいつそのまま軽トラの下フーンって入って、吸い込まれて、手ボッキーになってて、出てきたら、そうだ起きた。バリ気持ち悪かった。苦しんでる夢が多かったかもしれない。やし、苦しんでたよな。いや、いい夢ではないよな。うなされてんねや俺が。快適ではないと。あったかいな。丸ごとはもうそのまま行っちゃいました。割り方知ってる人教えてください。最後ラス1よ。あなた知ってるんですか。ナッコに聞いて。ナッコに知らないの。私は映ってないよな。これさ、何のために撮ってんの。え、これも映っとき。え、これだって奥この棒と一体化してるやつ。三脚みたいな、四脚と。そうね。なんで、何の質問やん。持ち上げるときとか、これはでも持ち上がらへんよな、物理的に考えてると思って。まだ寝てんのか。寝てるな。本田見、白ウインナー。これ好きなんですわ。これを焼きたいと思います。切れ目は今回入れません。うい、うい、いいね。朝からええな。火力はどうなんやろこれ。あ、けど焼けてる。焼けとる、焼けとる。煙がえぐいけど。おい、ジュージュー言うとる。炭で焼くのと全然色ちゃうな。一般でやったらさ、こんがり焼くやんか。オセロぐらいちゃう。なんじゃ。白ウインナーが黒ウインナーになっとるから。はい、次感じやん。めっちゃいい感じ。こいついいんちゃう。いくんちゃん。おいしい、おいしい。トングリくんちゃん。おいしい？早いな、ユン。やっぱこれやわ、ウインナーは。うまっ。じゃじゃーん。おいしい。味が甘い。白くなくなったけど。黒。おいしい。こういうふうにやばない？やばくしてんねん。ゴリゴリに。こうやって火、炭でさ、食べるのとちょっと味違うな。ちゃう。なんか違う。なあ。香りが違う。わかるわ。ラーメンちゃん。さっきよりうまい。最高の朝ごはんやな。うまい。贅沢。極上蜂蜜紅茶。確かに色が濃いな。あんばい。社長か。吉本の社長か。なんで思い浮かばなさすぎやろ。あ、うまっ。うまいな。朝はこれに限るな。これの後にウインナー流した方がいいな、絶対。焼いたウインナーここ入れて食った方がいいじゃん。アメリカ人みたいな。するか。で、ウインナーで火傷してる。ベロヒリヒリしてる。この小鳥のさえずりもええな。ずり砂ずりやん、それ。さえずりや。けど鳥一回も見てないけど。何の鳥なんやろな。てか正味さ、いつものテントで俺らが今日来てたっすやん、うん、寝てる間ヒヤヒヤしてたんやろな、ずっと、うん、
つ沈没すんのかな思いながら、けどこの前耐えれてたっていうのもあるけど、でもこの間の方が雨やばない？俺5回ぐらい起きてた言うてん、毎回もう雨で多分起きてんの俺、全然降ってた、グーの時もあったし、やっぱ私どこでも寝れんやわ一回アラームの前に起きてるやな、7時ぐらいかなんかに、何時って聞いたら、こうへく7時みたいな、あ、それは起きたので含めたら2回起きてるわ、頼むし晴れろ。セアプロ、なんかパンもさ、心持ちしけてるような気持ちになんねんけど、フレンチトーストもうつけとこか俺、あ、じゃあフレンチトーストの液作ってくれる？卵を一つ割りましょう、チャリンチャリン、牛乳の量もわからないんで、全ては海苔です、キャンプは。よし、え、これ混ぜるだけ、砂糖入れて終わり、やることは、うん、早っ、お砂糖も入れる、オッケー、切れた、バターイン、やべえ、おい、うん、まっ、トマトってそっちにあったな、なんで予定通りにはいかん、雨とか降ってたからな、設営に時間がかかりすぎた、本来使えるはずの時間が使えてない、うん、山手線ぐらいパンパンやけど、はい、完成いたしました、蜂蜜二郎、鬼濃厚なっとる、濃度は変わってへんやろやば、設営出てこへんねんけど、硬そう、ほら、はい、完成、うぃー、完成、フレンチトースト、じゃあ、いただきます、美味しい？うん、さやん、なんとうまい、できてる、っていうか大丈夫？適当でも、あったあった、うん、な、美味しい美味しい、うん、うん、なんか食パンでやるよりうまそう、こっちの方が、もう一発いったろ、もっといらん？あった方がいいかな、私的には、私でやん、いや、私やろ、わてでやん、僕的には全然輪っかで切れへん、鷹の爪、鷹の花みたいな全然ワーで切れへんねんけど、くしゃくしゃやん、記憶からナイフが悪い、ナイフが悪い、ちょっとなんかもう一回やり直そう、よし、はい、みんなさ、できたもの並べてさ言ってはるやんか、冷めた状態食べてんのかな、あ、一気にいっぱい作ってる、そうで、それでさ、サムネとかさ撮ってはるやんか、まずなるやんな、うん、冷めてる可能性あるよな、箸と溶けた、あかんわうぃー、うまいじゃん、鷹の爪、なんなん、え、鷹の爪は映画館で流れるやろ、鷹の爪知らんって日本人ちゃうで、なんやねんそれ、何人やねん俺、映画館ってもうノーモア映画泥棒しかしない、後で鷹の爪って検索しても絶対見たことあるって言うから、これさ、まださ、余裕出てるからさ、暑いんかなって言ったら全然暑い、なんで出てんねんこれ、いや、ほら、外との気温差ちゃう、温度差、熟年夫婦か、昨日お休みって言ってからもうなんかすぐ寝た気がするんだけど、お休みって言った、言ってん、俺は言ったけどな、いや、私は言って、聞いてへん、私が先に言ってる、そちらのお休みは聞いてないっていうことは寝てるってことや、言ってないってことや、今日言ってたね、お休みみんゼミみたいなわけわからないとお休みみずとか言って終わってお休み感じだ、いや、のなんか果物、食べ物以外でとか意味わからんこと言ってきて言ってたわ、おっしゃ、いただき、鍋食いたいな、今日帰ったら鍋にしようやん、まあ、白菜残ってるしできんで、冗談で言ってんの、本気出せよ、かった、ほんま硬いこれ、蜂蜜直接輸入したみたいな、どういう日本語、いただきですね、待って、むちゃむちゃうまいっすって、久々に聞いたそれ、うん、まっ、やるたんびにうまなってる、うん、火が出ているぞ、晴れてきた、来たな俺らの時代、来てる来てる、てことはテント乾く、うん、まってことは牛乳って飲んでいいの、なんであかんの牛乳、仕事めちゃめちゃ頑張って、社会に揉まれに揉まれながら、平社員30年目のおっさんが仕事帰りに飲んだビールぐらいまで、牛乳をビールで表現すな、飲む、絶対だ、これで牛乳感味わえてるし、ほんで牛に謝って、それは、いや、牛に謝ってって言ってきて、あ、牛乳をこの世に生まれさせてってこと、私の口に入ってきてごめんって、アヒージョの具材完成、イエーイ、あ、こちらから白ネギ、トマト、チーズ、エリンギ、パプリカ、ギ、あとウインナーとウインナーと鷹の爪ですね、ウインナー取ってないんだどこで食いってニンニクを買い忘れまして、チューブでやらさせてもらいます、あ、チューブってあの歌歌わはる人ちゃいますよ、果たしてこのニンニクでできるのかどうか、そしたらオリーブオイル、私は自分でやるっていうことをやったことがないので本気でやっていきますわ、鷹の爪入れすぎたな、これ、これなんかちょっと斜めってるよな、果たしてチューブでもできるのでしょうか、チーズ真ん中に入れようか、
でっかち。キャンプ料理に正解なんかないかな。この世に生きてる意味なんかないかな。それはあるやろ。痛い痛い、目痛い。いや、外でやる。垂れてきたね。パン行っとこう。油入れすぎ。うら。やばいで、やばい。うるい。あっせんな、あっせんな。トングトングトング。どうしよう。やばい、すぐ黒くなる。でも、こっちえぐい。もう、表面張力。あ、しまった。あ、アヒージョや。え、なってるやろ。うん。そうそうそう。やばいやばい。ほいやほいやほいやほい。えぐいえぐいえぐい。うわ。アヒ、アヒアヒねんけど。やばいで、汚さ。はい、完成。ネギ美味しそうじゃん。うせえアヒージョ。焦げついとる。アヒージョにはうせえからな、俺。ちゃんとアヒージョやで。味やらなんやら。ただ鼻が止まらへんっていう。あ、エリンギ。うん。ん。てか、ここで食ってるしかしら、めっちゃ熱ない。あったかない。うまっ。なんかいい感じちゃう？パンにのしたろ。あ、絶対美味しい。うん。まあ、ニンニクは弱いんかな。やっぱあの、かけらでやらなあかんのかな。うん。めっちゃ火強になってない？かっこいいち。バリツ。何があった？テンション上がったんかな。うん。トマトって絶対熱いと思わへん。いや、めっちゃ、いっちゃ熱いやろ、多分。中から絶対出てくるんやろ。いや、もう冷えるわ。甘くて美味しい。パン残念すぎんねんけど。てかさ、火ないとこで焼いてもさ、あったかい。だってここで顔めっちゃ熱いもん、今。焦げ目つけようなんて考えたらあかんな。ローストビーフみたいになっとる。いいねぇ。寝た。あ、パン。めっちゃ火通るやん。早いな。入れる？行ってみよう。何味？フォレスト風味。盛り？トマト無理やわ、多分俺。食べ物で2番目に嫌いなのに。大人やろ。うん、まあ美味しくはない。アヒージョのトマトって最高の組み合わせな気するんだけど。そうなの。俺エリンギかウインナーかエビ、エビンギ。熱いのに鼻水垂れまくってんの。そうやね、ずっと出てくる。うまなった味。エリンギ多分酸っぱい小さくパン。味こうなったな、1回目より。いい感じになった。え、雨？いや、こう木から落ちてきただけかもしれない。燃え尽きの早いな。燃え尽き症候群。熱しやすく冷めやすいな。なんかチーズ無駄なことした気せ、うん、うんうん、2個家んでよかったな。あ、でも見て、おこげ。え、やばいやばいやばい、剥がれるやん。チーズ、チーズにでもエリンギもネギも全部含まれてる。おいなことになります。あく、見て、ついで。うまっ。何これ。こんだけ今散々チーズの悪口言った後に、うん、うまっ。ラストチーズ、ほっといて焦がした方がやな。エビフライみたいな味した。エビ連続。あ、危ない。え、あ、えぐい。これチーズと合体してる。あ、チーズデニッシュ。グラタンみたいになってるやん。グラタンってチーズあるし。チーズピザみたいになってるやん。いや、ピーズにもピザにもチーズあるやん。あざと。いや、あざとない。絶対わざとやん。あざとちゃうわ。飯入れる。え、どうやって炊くねん、その油で。え、上がるんちゃうん。上がんねん。うん。え、だってこれ油やで。せんべいみたいなのじゃん。お米揚げみたいな。そうそうそう。うん。うん。花木馬族の一族。あざと。なんで、なんでもあざといって言うな。あざといは履き違えてる。あざといは誰？弘中アナ。誰やねん。え、あざといの代表やな。質が変わってきたの。泡だったね。なんなん。チーズだけになったら厄介やな。なんだこの泡のご飯。え、これやばない？見え。ねるねるねるねの途中みたいになってるやん。ほんまに。ねるねるねるねの2番みたいになってる。ああああああ。聞いた。うん、2番やの。流すなよ。ん、なんかあのわらわらに出てきそう。カリカリチーズのメリケンコみたいなやつ。けどさっきみたいにカリカリになってへん。なんだこれ。ねるねるねるねの3番みたいになってるやん。2番でええやん。さっきみたいなチーズ食べたかった。なな、逆にな、万華鏡を覗いた時にな、あ、1回目、あ、綺麗やな、次いつ出るかな、で出たことあるかないやろ。万華鏡ってそういうもんやん。うん、だからチーズも一緒やねん。出えへんねん。料理はそうやねん、そもそも。塩が一粒違うと正直違うんです、味が。料理塩やつが勝たんな。セアープロ。バームクーヘンのクリームブリュレをこのまま食べても美味しい。セブ入れのバームクーヘン豪快に使っていきましょう。甘いもの食べたい気持ちは 100%。 全然腹いっぱいじゃない。腹減りじゃない。甘いもの食べたい気持ち120。砂糖をかけます。砂糖かけます。へえー、うまっ。雨降ってきた。コリオールス、うまい。やばない。ガスは冷たいけど、うえー、よっしゃ。いいっすやのね。え、つぶした。じゃあ表面を楽しんで。うん、表面じゃなくて正面だ。
照明。あ、照明よ。うん、うまいな。美味しい。これ中は冷たいもんな。中はさ、次の反省に行かそう。チンしてからやった方がいいな。セブ入れのやつか知らんけど。めっちゃいいやろ。このセブ入れのやつ美味しいね。言ってん今。食べようって言ったもんは全部食べた。うん、食べた。ただ思い通りの場所で思い通りの感じではできてない。うん、これ少ないですか砂糖。5グラムぐらい。うん、最高にうまい。やん、や、な、グーで来いや。いや、私がさっき手出してんよ。なんでグーやねん。顔に当たるわ。なんで？なんで、もう勢いがこうなって、こういってます。さあ、もう自分がこう力入れとかね。首痛。痛すぎて血豆できた。ほら、血豆できた。血だぜ。ちょっと待って。血豆ね。薪をみんな何キロぐらい持って行ったはんやろ。確かに今日5キロぐらいで持ってきたんですけど、正味10キロぐらいいるんかなって思ったんですけど、皆さんどんな感じですか一泊やと。とりあえずスノーピークの岩本、牧野那君と岩本、今回は大活躍やった、うん、大活躍やった、間違いない。優勝2人。ただ岩本のテントはちょっと濡れたり、紐とかがちょっと茶色くなったりしてるかもしれんけど、それは申し訳ない。いやでも岩本のあの懐の広さを見たら、うん、いいよって言ってくれそう、うん、そう願おう。返す時に言うけど、この動画を見てるときはもうそれはもう返してだいぶ経ってるけど、岩本は全然ええで、使ってくれてこいつらも喜んどるわって。テントってそんなもんやろみたいな。さあ今日さ朝さでブリヂストンじゃーん、黒のブリヂストンみたいになってるやん。でこの下にさもう一個来て、夜にすればよかった。あ、あと今回に関してはもうこれ1位、値段5,000円ぐらいだったな。そうそう、5,000円ぐらい。めっちゃ安かった。めちゃくちゃいいんで、ぜひ買ってください。予算的にはさ、まあ、1万円以内で買えばいいっていう感じだったやん、うん、今ならなんと5,000円、さらに蓋がついて、今回これ合わせて5,000円、めちゃくちゃお得です。それ蓋って言ってんの。この CM が終わった1時間以内にお電話いただくと、さらに値引きで1,000円にいたします。笑われてんねん。なんか知らん人に笑われた。それ笑えろ、ジャパネットおったら。ジャパネットおったら笑う、逆にテントの横で。こんなとこで。あいつほんであれなの、プライベートでもそれやってんや、うん。そりゃそうやろ、あんなもん。なんでもあの言い方で。じゃあ、あれがあの人ナチュラルなんやから。ナチュラルなんあれ、うん。嫁冷めるわ。タペストリーやわ。うんま、タペストリー。ネギうま。苦くないピーマンみたいな感じやな。黄色が一番うまいしな。これ炭にする？食べる？食べれなさそう。食えって言ってる。うん、食べんときって言ってる。さすがにいらんな。やろ。そこまでいったらさすがの俺も。